今日は十基本という章から入っていきましょうか。十基という言葉は、まあ、普通 の、 生活ではほとんど使わない、言葉なんですね。でこれはインドの言葉でビアーカラナと申しまして、釈尊がその自分のお弟子さんに対してお前はちゃんと悟りを開いたとか、あるいは死んでから何々という仏になるとかいうふうにその、申し渡された、そういうことをですね、呪気というふうに言うんです。でこの呪気が後にですね、禅宗の方に入ってきまして、因果、因果定、つまり悟ったということを師匠がその証明するわけですね。そういう証明書という形になって、残ってくるようになります。でこの呪気をするその前に検証ということがありまして、検証というのは自分の本性を見るというわけですから、まあ悟りを開くということですかね。で、その悟りを開いたということに対して、証明を出すわけで、しかし、開いたものも人間なら、それを証明するものも人間なわけで、まあそこにはどうしたってこう情というものが絡んできますでしょう。それはどうしたって絡みますわね。うん、そうするとその間違いなくその証明をするなんてことは、これなかなかできないことじゃないでしょうか。それにあるおしけさんがその自分の弟子を証明したとしても、他のそのおしけさんはそれを認めない、ということが起きます。例えば白隠さんは晩年に自分のお弟子さんをたくさんその認可したわけですね。これやはりその白隠のような立派なお坊さんでも、年を取るということは非常に悲しいことでありまして、どうしてもその情が絡んでくるわけでしょう。それでまあ大量生産したわけですね。で白隠が死んだ後で、その後を継ぎました東霊というお尚が、その晩年に白隠さんが出した認可状を全部取り上げてしまいまして、もういっぺん自分のところで修行をさせたということですね。まあ、なかなかこんなことはね、できないことだと思いますよ。しかし、まあ、東霊ならそれできたわけで、まあ、そこに証明とか呪気とかいうことの非常に物騒な世界が隠れているような気がします。お釈迦様はその自分のお弟子さんに対して、そういうビアカラナというものをなさったわけですけれども、あんまりその大勢を仕掛けてくるもんですから、もう並行されまして、でそれでその自分の寺社をしているアナンという弟子に対しまして、こういうことを言われた。今アナンよ、人間が死ぬことはこれは不可思議なことではない。しかし人の死んだ時如来に近づいてこのことを問うのは、それは如来にとって煩わしいことである。そこで阿難よ、法経、法の鏡と名付ける法の次第を教えよう。次の条件を備えた証文はもし欲するならば、それぞれ自分についてこう述べてもよい。私に地獄は滅し、畜生道は滅し、ガキの境地は滅し、打地獄悪手は滅し、私は夜化であって不退転の方に従し、欠場して小学に達するであろうと、その条件とはこうである。証文は仏に対しては次の正しい信仰を備えるべきである。このようにかの世尊は、アラカン東照学者、明行足、善勢、世間下、無常師、上後上部、天人師、仏、世尊であると。法に対しては次の正しい心を備えるべきである。世尊によってよく説かれた法は、目に見え、直ちに現れ、明瞭に見え、涅槃に導き、智者によって自ら、それぞれ知らるべきものであると。相談に対しては次の正しい心を備えるべきである。世尊の弟子である相談は、よく、なおく、地にあって、
正しく身を収めた、すなわち世尊の弟子相談は四組の八人であって、とは供養さるべき、接待さるべき、大拝せらるべき、合唱せらるべき、世の無常の福伝であると。まあこういうもう少しありますけれども、こういう法経という経典を説きまして、これによって自分で自分が悟りを開いた、夜間に入ったというようなことを定めてよいというふうに言われているわけですが、しかし私はこれを読んでいてですね、これは長部経典の大発涅槃経という非常に古いお経の中に書いてあることですので、まあ、ほぼ間違いのないことだと思いますが、自分が自分で、もうそのちゃんと悟りに預かるようになるというふうに自分で決めるということを、それ勝手にやっていいものかなというその疑いを持ったんですね。そして今でもやっぱりそういう疑いを持っているんです。やっぱりこれは面倒でもお釈迦様に、ちゃんと言い渡してもらわないといけなかったんじゃないかなと思うんですね。まあお釈迦様もやっぱり人間ですから、あんまり煩わしいとこういうことをなさったんですかね。まあそういうところは面白いなと私は思うんだけども、しかしこれやっぱり釈尊にきちんとこう言い渡してもらわないといけないと思いますね。まあ、ですから法華経では、こう自分で、自分に、受記をする、これ自記というんですけど、そういうものは認めないんですね。認めない。だからこの受記本の中で、大箇所に対して、受記をなさるわけなんですよ。で、何しろ人間というのはもう非常にもてめえ勝手だと思いますね。ですから他人を見るのは厳しくても、自分を見る目というのは非常に甘いんで、そういうふうな人間が自分に対して自棄をするということは、やはりこれはかなり物騒なことじゃないでしょうか。で、私は人間が少し薄情なのかもしれませんけれども、人生のいろんな出来事がありますわね。それに対して、自分に有利なように解釈するということは一切やらないことにしたんですね。そんなことをすればですよ、やっぱり人間ってのは自分に対して甘いから、まあそこまではいかないだろうとか、そこまでひどいことにはならないだろうとか、まあ、会社だってそうですわね。だんだんと経営状態が悪化していくのに対して、的確な判断をしないで、まあ大丈夫だろう、まあ今年中は大丈夫だろうとか、こういうふうな判断をしますと、最悪の事態になった時に収支を狼狽するということになってしまいますわね。そんなみっともないことはしたくないから、やっぱり事態に対処する時にはまず最悪の事態を予測してかかるということ、それが一番大切じゃないかなと思うんですね。そうすればそれ以上ひどい状態にはなりませんからね。この講座では申し上げましたけど、落ち着くという言葉は非常に面白い言葉だと思うんですよね。これは落ち着くんで、結局一番どん底まで落ちて、そこへついて初めて落ち着くという状態に入るんじゃないかと思いますね。それ途中で U ターンして、この辺でなんとか浮かび上がりたい、まああそこまでは落ちたくないなんてやってたんじゃ、こりゃ落ち着くというわけにはいかないんじゃないでしょうかね。私のところによく電話がかかってきまして、それも死にたいという人からよく電話がかかってくるんですよ。いつか電話かかってきまして、これ青年ですけども死にたいって言うので、なんで私のこと知ってるんだって言いましたら、東大の隕鉄の研究室に電話したって言うんですよ。何の電話したんだって言ったら、死にたいという電話したって。ねえ、変わってるわね。そしたら、いや、そういう話は木野先生がいいと思いますって言って、電話を教えてくださったので、電話しましたって言うんですよ。それで、お前ら本当に死にたいというやつがね、死ぬことについて相談すると思うかねって言ったら、いやー、
ないと思いますって言うと、しないと思いますって、お前がやってるのはどういうわけだねって言ったら、黙っているんで、本当は死にたくないんじゃないのって言ったら、いや、そんなことはない。そんなことない奴が人に相談するもんかよ、お前し、止めてほしいんじゃないのって、俺止めないよって言いましたら、そんな薄情なことはないでしょうって言って、怒るんですよね、まあ。それで最後は、ギラギラ笑い出しちゃって、その男も最後は笑い出して、もう死ぬのはやめましたって、こんな男死なないですよ。死ぬやつなんてね、あっという間に死んでしまいますわ、もう。で、私、こういうですね、訴えてくる人間に対しては、大体もう全然同情しないんですよ。大体自分が困っているのをですね、人に訴えるというのは、こう自分の心の中に甘ったれがあるからじゃないですか。ですから、私にできるのは、そういう自分の心の中にある甘えをぶっ潰したり、ぶったたいたりして、そのいい加減な悲しみとかね、そういうのをその笑い飛ばしてやることぐらいしか、まあ私にはできないんで、まあそういうわけですから、人間っていうものは悟りに対してもですね、もっとこう厳しい態度でいかなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですね。悟りというのは自分で自分を評価することですから、これはまあ会社の社長やその部長でもやっぱりしょっちゅうしていなくちゃいけないことですよね。自分は果たしてその地位にふさわしい人間であるかということ、それは自分で評価しなくちゃいけないでしょう。そして、このお釈迦様の時代と今の時代をこう比べて、その、まあ、人間のことですからそう違っているとは思いませんけれども、環境というのは、これはかなり違いますわね。紀元以前の社会と今日の日本の社会を比べたら、そりゃ今の日本の社会の方が乱世だし、誘惑は多いし、快楽というものも無数にありますし、で、そういう状態の中でですね、自己を鍛錬して、そして大勢の人間をこう指導していくような立場に立つということは、これはかなりね、大変なことだろうと思いますね。俺は昔、自分が山の中に入って、座禅して修行したなんていうことも、それはもちろん大変なことでしょうけども、しかし、その時の誘惑なんてのは、本当に自分の心の中だけのことでしょう。今日ではそうじゃない、自分の心の中よりも心の外ですね、外にさまざまな誘惑があり、さまざまな障害があるわけですよね。そこを通り抜けてきて、ある程度精神的に高い状態に到達するということは、これはなかなかね、大変なことだと思いますよ。ですから、そういう人間をそのお釈迦様がご覧になったらですね、やっぱりお前はかなりいいとこ行ってるというふうに言われたんじゃないでしょうかね。まあそのお釈迦様の時代だって、お釈迦様が亡くなりますと、これでうるさいこと言う男はいなくなったなんて方言した弟子もおりますし、台場だったみたいですね、人の口車に乗せられてお釈迦様を追い出して、自分が教団の、教祖になろうとしたりした人間だっているわけですし、だから昔の仏教のお弟子さんが素晴らしくて今の人は素晴らしくないなんてことはないんで、でそういうその、まあ私のにそういうふうに言うのはどうもちょっとこう申し訳ないけども、かなりこう甘ったるい弟子がたくさんいたんじゃないでしょうかね。そういう弟子が自分のことを直視するなんてことは、これはとんでもない話で、やっぱりお釈迦様にきちんと申し渡してもらわなくちゃいけないんじゃないでしょうかね。ただその お坊さんというものは、私お坊様ってよく言うんですけど、お坊様の中にはこれはちょっとお坊様としてはちょっと困るねなんていう人、最近非常に多いですね。10年前に比べると非常に多くなって、この調子でいくとどうなるんですかね。しかし道元禅師は
そのたとえお坊さんがあのお坊さんとしてふさわしくない、行動をしていたとしても、やはりお坊さんとして尊敬しなければならない。お経はですね、無条件でこれは尊敬しなければならない。でこういうものに対して不信であると必ず罰を受けると、いかに稽古にあさましくとも三宝の境界をば帰郷すべきなりけりと、いうふうに言ってらっしゃるんで、まあ、この線崩したら仏教というものはなくなるんじゃないかなと思うんですね。ですから在家の人がお坊さんを敬い、仏法の教えを敬い、経典を敬うということ、これは道元禅師以来、きちんとやらなくちゃいけないことですけれども、お坊さん自身はですね、やっぱり自分で、深く反省して、そして実際にお釈迦様から受記を受ける、そしてその受記に、値する自分であるということですね。それを絶えずその反省し、絶えずその自分を励まして生きていかなくちゃいけないんじゃないでしょうか。もう今はお坊様よりも社会に活動している人間の方がはるかに自己に対して謙虚な人がいるわけですから、特にそういうことは考えていただきたいと思いますね。で、とにかく今 の道元様のことをですね、絶対的に信ずると、それは仏法僧に対して絶対的に信ずるということは条件だ、これはお釈迦様は言われた。で道元さんもそれを言っているわけで、まあこれがまあ一番いいわけですけども、じゃあ現代の人間に仏様と、それから仏様の教えと、お坊さんに対して絶対的な信を抱けと言っても、これはなかなか難しいと思いますよ。まあそこで私思うんですけども、何でもいいからですね、絶対的な信を抱いている世界というもの、これは人でもいいですし、それは自分の子供でも女房でも何でもいいでしょう。とにかく絶対的に信じているという世界を持つということが、まあ最低の条件じゃないかなと思いますね。私のところにコンピューターの専門家がどういうわけですかね、よく来られるんですよ。そして、まあ、私の話を聞いてくださるんですけれども、そのうちのお二人はもうものすごく変わられましたですね。なんで来るんだって聞くと、なんでかわからんけども、このままコンピューターの仕事ばっかりしてたんじゃ自分は人間でなくなってしまうんじゃないかっていう気がするっていう、まあそれはそうでしょう。でもまだどっかですね、コンピューターというものがどんどん急速に進歩していって、社会の最も大切な要件になるということは、それは信じているみたいですね。しかしそれよりもっと深く信ずるものが欲しいと、それをまあ仏法に求めてきたり人に求めてきたりするわけでしょう。まあ、何でもいいですけども、絶対的な信頼を置ける、これコンピューターに置けるかって言ったら、いきませんわね。これそこで、仏教の教えとかバイブルとか神様とか仏様とか、あるいは自分の信頼する人間とか、そういうものに対して絶対的な信頼というものを抱くという生き方が大切なんじゃないでしょうかね。はい、脱線いたしました。ところでその大歌唱というお弟子さんに対して、釈尊が、まあ、受記をなさるわけですね。我がこの弟子摩訶迦叶未来世においてまさに300万の句の諸仏世尊を武言して供養苦行尊重三段し、広く諸仏の無量の大法を述ぶることをうべし、最後心において仏になることを縁、なお光明如来という、なんかこうこういうふうに受記をなさるわけです。この大歌唱はマハカッサパ、サンスクリットですとマハカーシャパと申しますが、そのカッサパカーシャパというのを中国の人が歌唱というふうに、音訳したわけで、あの花にも葉っぱの葉という字にも意味はないんですね。さてこの大歌唱は
釈尊が亡くなった後に教団を統率した人であります。非常に地味な修行者でありまして、おそらくみんな大歌唱が後継ぎになるとは思わなかったんじゃないでしょうか。禅宗の伝説に念下未生というのがありまして、念は手辺に線量の線という字書きます。で、花をひねる、そして笑うと、お釈迦様が晩年に花を、念というのは折り取るという意味がございますので、一枝の花を折り取って、それでそれを弟子たちに見せた。で、他の人たちは全くその意味はわからない。ところが大歌唱だけがそれを見て微笑した。そこで念下微笑というふうに言うんですけども、それで大歌唱を後継ぎにされた。これはまあ禅宗の方の伝説でありまして、おそらく事実ではないと思いますけども、ただ伝説としてはなかなかよくできておりますよね。花を折り取るということは、花というのは命ですので、お釈迦様の命が間もなく終わろうとしている、その、終わろうとしている釈尊の命の輝きというものを、受け継いでいくものは誰かっていうふうに問われたんでしょうね。まあ、それに対して微笑で答えたというのが大歌唱の、まあ、すごいところであります。この人はズダ第一と言います。ズダ袋って言いますでしょ、こう胸のところへぶら下げて歩いて何でも入れる袋、ズダ袋って言います。あれ、この頃ポシェットなって横っちょにぶら下げてますけども、あんなものはズダ袋の変形みたいなもんですよね。このズダっていうのはドゥフータっていう、インド語でありまして、これは日本語に直しますと、清貧、清らかな、貧しい、清貧の行というふうに訳したらいいと思います。で、ズダの生活、これはいつも木の下、石の上に、眠ったり座禅したりして、粗末な衣を身につけて粗食に甘んじて厳しい修行を継続すること、これがズダ行であります。このズダ行第一と言われたのがこの大歌唱です。で、大歌唱はもうですからしょっちゅう旅しておりましたので、新米のお弟子さんは大歌唱の顔を知らない。ある時旅から戻ってきた大歌唱の姿を見て、お釈迦様が半座を分かった。半座、自分が座っている席を、譲って半分にしてですね、で半座をその横へ座らせた。これ半座を分かつと申しますが、これはお釈迦様とほぼ同じその資格を持った人間ということを形に表したわけで、まあ汚いその、坊さんにですね、お釈迦様が半座を譲られたので新米の弟子がびっくりしたということが経典に書いてありますが、これは後に法華経の法塔本という書を読みますと、多宝塔という塔が湧いて出てきまして、その中に、お釈迦様と多宝如来の2つの仏様が並んで座る、二仏秒座並んで座るですね、という姿を示す。これが日本の各地に見える多宝塔という塔の由来ですね。で、この二仏秒座の形の一番の起源がこの大歌唱とお釈迦様が半座を分かって座ったというところにあるんです。で、大歌唱は托鉢して歩くときに、ことに貧しい人たちのところへばっかり行ったということですね。で、あるとき汚いその、貧乏なおばあさんが、いろんな家で洗い流した米を拾い集めまして、それで水がゆを作ってすすっているところへ大歌唱が来まして、その水がゆを伏せしてくれないかと言ったら、おばあさんが、わしはこの世で最も貧しい人間だから、そんな人間が伏せをすることはできないと言って断るんです。そうすると大歌唱が、貧しいということはそういうことじゃない、財産をたくさん持っていてもそれを人に施そうという気持ちのない人間がこの世で最も貧しい人間だ、こういうふうに言ったというんですね。まあそれは
あれですね、その経営をしたり商売したりしていて、お金がたくさん入ってくる人はやっぱりそのお金、またプールしてはもっと金が儲かるようにしたいというふうには考えるでしょうけども、人間というものは入ってきたお金のうちから何割かをですね社会に還元するのが本来の人間の生き方じゃないでしょうかね。いくら金を儲けて大邸宅に住んでいたとしても、大歌唱に言わせればそれは極貧の人間ということになりますね。私は講演をしたり印税をいただいたりいたしますけども、その1割か2割は必ず還元することにしているんです。まあ、いろんな困って勉強している人もおりますし、いくら働いても困っている人もいますしね、そういう人たちに還元することにしているんで、これはもう何十年代私続けてやっていることなんですけども、これやらなくちゃいけないと思いますね。ただ大きな会社で税金逃れにですね寄付をしたりするというのは、これはちょっとどうもね、あんまりいただけないけれども、そういうことでなくて、社会にお金を還元するということは、これは経営者としては最も大切なことじゃないでしょうか。そうでないと大歌唱に叱られるということになりますね。で、この大歌唱は本当にお釈迦様から、お前は将来仏様になるというふうに予言されるのに本当にふさわしい人であったと思います。で、この人ほど図陀行を励行した人はいないので、図陀行というのは図陀十一法と申しまして、11条件があるんですね。まあ、ちなみにそれ申し上げますと、第一が空言上選ぶこと。空言、空という字に暇の間ですね。空言、空間と読む人もおりますが、私少年の頃上海事変という戦争がありまして、そこで空が少佐というお方が中国軍の捕虜になって、そして日本軍に戻されて自決されたという事件を、まあ、鮮烈な印象で覚えているんですけれども、あの頃の日本の軍人も中国の軍人も非常になんか優れていたと思いますね。助けたのは中国軍の将校で、これは空賀少佐に教わった方だそうですけれども、非常に丁重に扱って日本軍に返した。まあ、中国の常識で言えば丁重に返せばまた軍人として生活できると思われたんでしょうけども、当時の日本軍というのはそういう人を許さなかったですね。で、自決されました。で、空言という字を読むとすぐ私は空賀と読んでしまうんですけども、仏教では空言所ですね。これは言、暇という字は静かとかおおらかとか習うとかいう3つの意味がございますので、よく仏教で観道人なんて言いますでしょう。暇な道人、これは道を習う人という意味なんですね。暇でしょうがないという人じゃないんで、それはまあ肝心暇人って書きゃいいわけで、その間に道という字が入っている。これは観道人、道を習う人という意味。道を習い、何かを求め、そして、静かにおおらかな生き方をしていける人間、これを空言人という、あるいは感動人とも言います。